どうもこんにちは、プサニーです。今回は世界のレースファンが作った凄すぎるアイデアスキンを紹介します。皆さん、レースってエイペックスのレジェンドの中でも、もう飛び抜けて人気なレジェンドなんですよ。なので、その分レースのアイデアスキンは、クオリティがもうすごいんですよ。なので、今回はそんなレースのアイデアスキンを全部で5つ紹介しようと思います。今回はどれもね、エイペックスでは売られないスキンですので、もしかしたら今後このスキンの中から販売されるかもしれないという期待とともにこの動画を見てください。この動画を見ていただくと、レースの最高峰のアイデアスキンを知ることができます。またそれを知ることで、また違うエイペックスの楽しみ方をこの動画で直に味わうことができます。もう体験系の動画です。特にね、最後に紹介するものはレースの青と白の組み合わせがヤバすぎるクオリティのものを準備しておりますので、ぜひともこの動画最後までご覧ください。このレースのスキン以外にレースのそのボイドウォーカーのアイデアスキンだけを紹介した動画も過去出しておりますので、ボイドウォーカーが好きだよって方はぜひともね、概要欄からご覧ください。ちなみにこのチャンネルではエイペックスが100倍楽しくなるテーマとしたスキンなどの紹介動画は毎日熟時にアップしていますので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速本編、ガイ先生整形。さあ、今回はランキング形式の紹介です。ではまず5位からもう早速えぐいやつ紹介します。これはもうやばいよ。このネタの動画出すのためらってよかった。そのおかげでこのスキンが作られるタイミングと合わせれた。もう感謝感激、雨ばっかりしか降らんだ最近。ほんまずっと雨しか降ってない。季節外れの梅雨到来かただの梅雨前線で草。はい、そんなレースのやばすぎるアイデアスキン第5位がこちら。これはい、これです。分かる方には分かると思うんですけど、某ネットフリックスの独占ドラマイカゲーム元いスクイッドゲームのアシスタントの皆さんですね。俺このスキン見た瞬間もうマジ電気走りましたからね。これはまだアシスタントの方だからいいんですけど、もしレースがイカゲームに参加したらヤバそうですよね。ムグンファーコーチピオスムニタゴインザフェイスコングラチュレーション。うん、ただのクソゲーや。それにポータルなんか引いちゃえばね、もう他の参加者はもうそのポータルに入ればいいだけだから、めちゃくちゃイージーゲームになっちゃうね。このアイディア相当いいですよね。これはもう実装されたらもう EA と Netflix どちらにもいい影響を与え合うでしょ。これイカゲームを知れない人はなんだこのスキンはと思って Netflix に入る、そしてイカゲームを見ると。逆にイカゲームを知ってる人は見覚えのあるスキンだからこのスキン面白そうって言って購入する。お互いでウィンウィンスキン。いや、これマジほんまに絶対売れると思うよ。これもうか、これガチで出そうよ。これマジほんま殴るぞ。まだね、このイカゲームというものは何なのかっていう方に向けて簡単にあらすじというか概要を説明します。お金がない方、世に言う貧乏人と呼ばれる方があるチケットで招待されて、これなんか賞金のために命をかけた皆さん絶対知ってるような言葉遊びでお互いを貶め合うというドラマです。これちょっとグロいシーンもあるんですが、これの魅力としてはあんなに信用し合ってた仲間たちが裏切り合う様がもう本当に面白い。登場するゲームはどれも単純なもので、我々が小さな頃絶対やったことがあるものばかりですので、ルールも分かりやすいと。ただ最後のイカゲームだけは意味が分かりませんでしたけどね。日本語の吹き替えもありますので誰でも楽しめる最高のデスゲームです。これがまだ5位ってマジか。次に紹介するスキンも注目すべきスキンですので引き続きご覧ください。では次第4位ですね。これはね、もう前回のボイドウォーカーのスキンの時に紹介し忘れたスキンですので、かっこいい確定です。はい、そんなレースのやばすぎるアイデアスキン第4位はこちら。これはい、これやばない？これただ色違うだけじゃんって、まあそうなんですけど、全体像までは分かんないんですが、もうこれだけの情報で全てが分かる。そう、段違いファンキーガイ。レースの肝心なお手手が黒ということで、顔面のワイネットのフルフェイスのヘルメットもいい感じ。まあでもほんのちょっと抑え気味ではあるかな。地味ではないんだけどね。なんか普通に販売されてそうな感じはある。ボイドウォーカーの色違いスキンを販売するなら次はこれを出せ。じゃあ次第3位の紹介です。これはもう色合わせがもうセンスの塊じゃん。ボイドウォーカーあんまり好きなスキンではないんですけど、これに関してはもう、恋よ。もはやもうスキンに恋するあたりもかなり限界だと思うんですが、一旦今日はそれ忘れましょう。そんなレースのやばすぎるアイデアスキン第3位がこちら。これはい、これもういや、もう金と黒はもうエレガントだよ。なんかもういつかのポケモンとかでなんか出てきそうな組み合わせですよね。ポケットモンスターブラックゴールド、やば、採用。これに関してはもう販売すべきよ。これ何かの表紙にね、バトルパスのスキンにこれ入ってたらもう絶対いいね。まあでもこれ来るともう量産スキンになるかな、さすがに。これね、親切なことにあり、いろんな角度から見れるスタイルになってますので、舐め回すように眺めれるスタイル、略して舐め流スタイル。お手手の方も黒白金でかっこいい。なぜこれを販売しないかっていうのを運営さんに問い合わせたところ、このような返上いただいたので一応紹介しておきます。一応すいません、こちらのスキンなんですが、次シーズンにでも販売してみてはどうですかね。それはいつか売るよ。でも上からの圧力がなかなか商品ができないから、もうそれ以上聞いてくんな。二度目はないぞ本当に。ちょっとここ刮目して、この首にかかってるフードなんだけど、この柄めっちゃいいの。六角形の蜂の巣とかサッカーゴールよく見るやつじゃん。そうなんだよね。この小ささと白と黒の組み合わせがもうベラボーにテンション上げるんだよね。ぜひともこれはもう再販してほしい。買うから安心しろ。買え俺。では次第2位の紹介です。それがこちら。これ
った。ワン、ツー、スリー。はい、ドン。あ、これ違う。間違えましたね。違うレースでした。お前、これ、てか、ハゲ取りやないか。というのは置いといて、そちらのスキンはですね、もう最高よ。マジで。なんならもう今回紹介してきたやつの、全部最高なので、なんか同じようなことしか言ってないのように聞こえますが、ちゃんとそれぞれ意味合いが違うので、もうそれを伝えたい。そんなレースと呼ばすぎる相手はスキン第2位がこちら。これだ。ワン、ツー、スリー。はい、これですね。やばないっすか。他もどうでもいいから、もうこれを販売しようぜ。はい、いいですよ。やりましょう。残念ながらこれはね、舐め流スタイルではないので、全体像までは把握できない。手はね、見えるので、およその区内の視点の想像はできます。手は金色と水色の構成ですね。黒の深淵と似た感じになるのかな、もしかしたら。これをアイデアスキンで留めとくのは本当にもったいない。この思いを運営に届け、この手汗とともに。これを作ってくれた方、最高のアイデアと希望、夢、未来を届けてくれて本当にありがとうございます。え、待って、もう1位の紹介早くない？ああ、しかし我々は時間という制約に縛られている以上こうせざるを得なかった。ああ、これ以上紹介しちゃうといい家からの圧力で途中で動画を止めざるを得ない。なので途中で俺の声が途切れたりしたら、いい家からの NG が出たということで、よろしくお願いします。こちらのスキンはもうちょっとさっき紹介したやつに似てるんですが、コンセプトがコンセプトのだけ力の入れようがエグいし、一番クオリティが高い、俺的に一番実装される可能性の方が高いスキンです。そんなレースのやばすぎるアイデアスキンがこちら。これだ。ワン、ツー、スリー。はい、これです。もう、レッツゴー、ビューティフォー、ジャーニー。こちらね、海外のプロゲーミングチーム、クラウド9かなのコンセプトスキンです。もう力の入れようがもう高3の最後の文化祭レベルなんよ。懐かしいね。最後の文化祭の前日、夜8時まで学校残ったの覚えてますわ。あの頃一緒に教室の鍵を閉めに行った脇川の女子は元気ですか？この動画を見ていたら LINE ください。ああ、でも LINE しなかった。こういういろんなチームのコンセプトスキンはもっと出してほしい。こちらはもう、今回のランキング堂々の第1位でした。こちらのスキンが販売されることを願って、今回一本締めでこの動画閉じたいと思いますよー。はい、ということで今回も以上です。どうだったでしょうかね。レイスの他にもね、別のレジェンドのアイデアスキンもまだまだたくさんあるので、また今後別の動画でそちらも召喚できたらなと思います。召喚って言ったよ俺。よければね、今回紹介したスキンの中でお気に入りのものありましたら、コメント欄で順位だけでもいいのでぜひとも教えてください。一緒に語り合いましょう。この動画参考になってくれた方、ぜひともねチャンネル登録をよろしくお願いします。今日の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バリー。